だよ、KT ボードゲームよくとアークやっていきたいと思います。今日はね、ジェネシス2の最新情報っていうのをね、紹介していきたいと思います。ジェネシス2のね、発売日を現在目前に控えておりまして、情報発信をね、運営が結構ね、やっていて、今回は会場の乗り物について話をしていきたいと思います。これワンチャンね、ジェネシス2海洋バイオームあるんじゃないですか。それでは本日もぐちゃぐちゃ説明、ジェネシス2について、2つ目、便利乗り物カヌー爆弾、そして最後に海洋エリアがあるのかどうかについて話をしていきたいと思います。まずね、ジェネシス2に関しては移動の延期を経て5月26日、2021年5月26日にリリースはおそらく変わらないと思います。現在動画を撮っているのが4月の末なんだけど、おそらくこのまま5月の発売日まで行くと思われます。50% ぐらいの確率で、はい。ここに至ってもまだ 50% の信頼性、そう、これがアークのクオリティ、信頼と実績でございます。はい。で、現在ね、結構なりふり構わない感じで、めちゃめちゃね、情報をね、すごい出してるんですよ。週にね、3つぐらいツイッターとか、コミュニティクランチで、画像と、あとはなんかね、紹介文を添えて、新しい情報をね、出しているんだよね。で、まあ、そんな感じでね、結構ね、必死感が伝わっていて、まあ、ぶっちゃけこれね、必死すぎた大丈夫でしょうか？はい。ドリーさん、会社、元気ですか？ちなみに直近のドリーさんのツイッターは、中国から輸入された野菜が虫ついてたよっていう、半切れのツイートでした。はい。仕事用のツイッターですが、彼女のツイッター、内容は、アットホームです。はい。ということでね、今回の新情報はこちらになります。以前ね、画像が出ていたものなんだけど、今回は新しい画像に合わせて説明文も増えているっていうような形なんだよね。で、まあ、これはね、カヌーです。そう、アマゾンでも買えるカヌーです。イカダやボートとどう違うのかっていうところが結構ね、気になってくるよね。まあね、今ね、乗っているのはモーターボートなんだけど、これと対をなす形で、このカヌーっていうシリーズが、まあイカダとかボート系、これ以外の海上の乗り物としてカヌーが出るっていうような感じらしいんだよね。で、新しくね、追加された説明文を読んでみるんだけど、トライブで一緒に楽しむのもいいです。のんびり釣りをするのもいいでしょう。カヌーはピックアップ可能な乗り物って、消耗品や釣ったばかりの魚を保管することが可能ですっていうことなんだよね。結構さ、これさ、なんかちょっと気になるところが多かったので、ちょっとね、気になるところを指していきたいと思います。まずね、複数で乗れるんかいっていうので、なんかカヌーってさ、乗り物みたいなイメージで、騎乗っていう形になるのかなと思ったんだけど、このイカダとかもさ、別に乗ってなくてもさ、こうやってうろうろできたりするじゃん。一人がさ、騎乗状態で運転していれば、まあ、中に乗ってる人は普通に歩いたり、いろいろね、まあ、作業もできるっていうような形ではあるんだけど、同じように、一人が騎乗で運転をしていて、その他の人は、まあ、なんかね、助手席みたいな感じになるのかな、それともボートみたいな形で、こんな土台みたいな感じで好きに行くのかわかんないんだけど、まあ、俺の予想的には多分カヌーだから、まあ、このサイズ的にも、そんなね、歩けるスペースもないので、まあ、なんというか、サドルの補助席みたいな感じで、まあ、二人乗りの人は、そこで、まあ、なんか一人称してね、こんな感じで、補助席で乗るんじゃないかなって思ったりもするんだよね。で、さらに、これね、のんびり釣りをすることができるっていう形なので、なんとね、ペラゴとイカダしか、現在会場で釣りはできなかったんだけど、新しく会場で釣りできるようになりました。皆さん、これは、バレンタインイベント、楽しめますね。はい。まあ来年の2月だけどね。はい。そんな感じ。で、今はね、会場で釣りをする場合は、ペラゴルニスのサドルに乗って釣りをするか、もしくはこういったイカダもしくはモーターボートの上に椅子を置いて、で、それに座って釣りをするっていうこの2パターンしかないんですよ。なので、もしかしたらイカダは騎乗した状態で、そのままなんか FPS 視点とかになって釣りができるっていうような形になるのかもしれないね。意外にね、この釣りの汎用性というかね、この自由度って意外に狭いから、椅子ないとできないとか、あとはペラゴン乗ってないとできないっていうのがあるので、今回ね、釣りの幅が広がるんじゃないかなっていうところではありますね。で、さらにね、一番俺が面白いなって思ったのが、ピックアップ可能な乗り物でってことなんだよね。これはどういうことかっていうと、ピックアップ可能っていうのは、おそらく、アイテムボックスにもう一回アイテム化できるっていう感じ。もう一回、なんか椅子とかと一緒で、拾って、インベントリーに戻せるって意味なんじゃないかなって思うんだよね。で、例えば、この椅子なんだけど、こんな感じでカヌーが持ち運びできるんじゃないかっていうところで、椅子に関してはね、もちろん普通に家具としてこうやって置くことができるんだけど、それに合わせて拾うっていう形で、もう一回ピックアップすることができるんだよね。
なのでこんな感じでインベントリーにもう一回戻るというところで、イカダとかこのモーターボートに関しては一回ね置いてしまったら、なんかね、まあ、テイム恐竜みたいな扱いになって、まあ、動かせないというか、もう海に置いたらその状態でずっと使わないといけないんだけど、このイカダに関してはおそらくインベントリーにもう一回アイテム化して持ち運びができるようになるんじゃないかと思って、これさめちゃくちゃ便利だと思うんだよね。イカダとかさ結構さ毎回毎回さ作ったりしないといけないからすげえ不便なんだよね。カヌーがあればめちゃくちゃ便利に海上移動に関してはできるんじゃないかなって思うんだよね。そうすることによって、まあ、イカダが持ち運びになるようなもんだからすごくね便利なアイテムになるんじゃないかなっていう風に俺は思ってるよね。めちゃくちゃ便利。特に今俺ラプトル縛りのアイランド編をやってるからイカダめっちゃ使うのね。でイカダってやっぱ持ち運びできないからつどつどね冒険した先で作ったりもするので、そういったものが結構ねなんかね緩和されて持ち運びできるんだとしたらすごくね便利になって、特に僕のラプトル縛り編でも、まあ、使えるかわかんないけどすごくね縛りプレイには役に立つんじゃないかなって思いますね。ここは俺が一番期待してるところになりますね。であとはすごいね面白そうな機能なんだけど、ちょっとね 100% この分だけじゃ理解することができないんだけど、消耗品とか釣ったばかりの魚を保管できるってことなんだよね。でまあ多分イカダと違ってこのカヌーに関してはイメージ的にさっき言ったみたいにこんな感じで自由に歩き回れるような土台ベースの乗り物というか半拠点、拠点も合わせた乗り物みたいな感じじゃないと思うんだよね。多分ピックアップもできると思うので、イメージとしては、まあ、なんか建材とかを乗せれないような、まあ、起乗するってイメージだと俺的にはあるので、その中で保管するっていうのはどういうことかなと思って、このモーターボートにもさインベントリーあるわけなんですよ。これモーターボートのインベントリーなんだけど、こういう感じでインベントリー内で結構なんか枠があったり重量があったりするのかなっていう風に思ったりもするんだよね。でわざわざさ釣ったばかりの魚って書いてあるので、もしかしたら、まあ、冷蔵庫チックな、まあ、なんかさクーラーボックスみたいな釣りに行く時のそういった役割のなんかインベントリーの能力も持ってたりもするのかもしれないね。ここはちょっとねなんか楽しみだなと思って、この何かしらのなんかね保存できる機能っていうのは結構ね楽しみというか、僕はね面白いなっていう風に思っておりますね。でまあそれに比べてカヌーに関してはもっとね移動寄りで持ち運びはできて軽いね乗り物になっていくんじゃないかなっていうような印象ではありますね。で持ち運びもできてなおかつなんか保管する機能もついているのであれば、まあクーラーボックスか知らんけど、かなり僕的には面白いね乗り物になるんじゃないかなっていう風には思うんだよね。すごくねちょっと使ってみたいなっていう風には思いますね。でさらにですよ、皆さんこの画像を見てください。この画像、このカヌーの画像なんだけど、これさ明らかに、まあ、海洋エリアだよね。海洋エリア、まあ小さく見積もっても川、大きく見積もったら海っていう感じだと思うんだけど、ということでこう最後にこう海があるのかいっていう話なんだよね。ジェネシス2の舞台っていうのは大きい宇宙ステーションコロニーの中なんだよね。コロニーの中が、まあ、街みたいになっていて、そこで、まあ、いろいろ冒険をしていくっていう形になるんだけれども、コロニーの中なので、大きい海洋バイオーム、まあ、海みたいなのはあんまりないんじゃないかなっていうふうに思ってたりもしたんだよね。なんだけど、これわざわざ海洋バイオームで使うような新しい乗り物、カヌーっていうのを出すっていうのは、どういうことっていうのと、あとこの写真に載ってる画像ね、明らかに、まあ、川かな、サルコが載ってるから川かもしんないけど、何かしら水上なんだよね。なので、川か海があるのかいっていう感じなんだよね。で、まあ、一応ね、トレーラームービーにも川っぽいのは載ってたんだけど、そんなにガチなやつじゃないから、まあ、一応ね、サルコとかが住めるような、ガチの川バイオームとか、あとは何かしらの海バイオームがワンチャンあるのかもしれないよねっていう風な印象を受けたんだよね。これは期待できます。俺正直ね、ジェネシスパート1でムーダーとか、あとは海バイオーム、オーシャンっていうバイオームも作ってたから、で、その代わりに飛行生物をオフにしていたのかなっていう風に思ってたから、ジェネシスパート1に関しては飛行生物が非常ができないっていうね、特別ルールだったので、ジェネシスパート1では空を犠牲に海を結構容量増やしたのかなって思ってて、ジェネシス2に関しては空を復活して海の容量を減らすのかなって思ってたので、こんなね、カヌーっていうね、海に関する、まあ、川に関する海洋系の新しいものが出ると思ってなかったので、めちゃくちゃね、今回ね、おっていう感じの驚きがあって、海洋生物ついにいらっしゃるんですかという、そして、アークでは一番やばいハードコアなエリアは洞窟ではございません。海です。そうなんです。海です。
クニダリアいます、電球ナギいます、イカいます、モサいます、そしてバフを持ったメガロドンがいます。そうなんです、海って地獄なんです。はい。なので海洋生物エリアもしあるのであれば、なかなかねハードコアなエリアになるので、まあ、その分ねかなりハイテク化していろいろなね、まあ、なんかテック棒とかテックピストルとかいろいろ増えるから、まあ、いろんな対策もねできると思うので、まあ、新たなね戦えるバイオームが海ももしあるんだとしたら、それはそれで僕はね楽しめるんじゃないかなって思いますね。やっぱりジェネシスパート1で結構ね億劫だった海をすごくねプレイすることができたので、そこら辺ねやっぱりねまたねモサ捕まえたいなとかもあるので、せっかく X モサとかジェネシスパート1で出してくれたので、またね X モサブリーディングしていろいろね楽しめたらいいかなっていう風に思ったりもするかな。ただ海はマジ魔境なんで、クニダリアという地獄の騎士がいるので、クニダリア頭がっていう風になる人はアークプレイヤーの 90% に及ぶと思います。はい、僕も頭痛が起きます。はい、あのクラゲやばいです。はい。ということで本日は新しいジェネシス2の情報としてカヌーについて触れてまいりました。カヌーねめちゃくちゃ便利そうで、すごくねアイテムとしてのこれ利便性がめちゃめちゃ特化して、やっぱりイカダとかこういったモーターボートってなんていうかな、重めの移動アイテムというかそんな感じのものだったので、よりねライトに海とか川とかを移動できるカヌーっていうのは今後ね新しい要素になって、僕的にはすごく楽しみかなと思いますね。ただねちょっと気になるのが、魚とかあとは消耗品とかを保存できるって、保管できるってこれなんやねんっていうところなので、ここがねなんかすごくもしかしたら便利機能になるんじゃないかなと思ってちょっとねワクワクしているので、ぜひね皆さんのご意見とかお聞かせいただけると嬉しいです。であとはね海バイオームがあるのかいっていう件に関しては、1個の楽しいね冒険のコンテンツでもあるので、できればねなんか海洋バイオーム、川のなんていうかな湿地帯のサルコとか、あとはカプロとかの沼地みたいな川だけじゃなくて、ちゃんとしたちょっとした海とかあると嬉しいかなって思ったりもするので、そこら辺ねドリーね、なんか中国製の野菜買って文句言うだけじゃなくて頼むよ、うん。あとはね毎度のことながら、今回のね情報もね英語の原文を元に情報をまとめているので、ぜひね英語が上手い人とかで、まあ、こういったね翻訳の意味とかニュアンスだっていうのがあれば、ぜひね教えていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在ですねチャンネル登録5000人1万人10万人と目指しており、ぜひ応援し続けるようです。楽しんでいただけるよう動画の放送今後も続けてまいりますので、チャンネル登録お願いいたします。またいつもコメント高評価くださって皆さん、生放送に遊びに来てくださって皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね恐竜ライフを一緒に楽しんでいただけますです。それではまた次のカヌーライフで、バイバイ。